どうも、チャーリーチャンネルです。イエーイ。前編どうでしたか。今から後編、とうとう試合に向かいます。楽しんでください。いけるよ、今ここまでの判定でも勝ってる。それでは判定結果をお知らせいたします。今よかったよかった、ね、それ残念やけど、お前山口一郎と中島一郎の試合です。怖いのが欲しいです。眼球いってんじゃん。眼球多分ついてます。眼圧ね、ガーッと夜上がっちゃったりすると失明してます。ああ、眼圧上がって。鼻と肝だらけ。めちゃ中井さんが、はい、ジェラルド・ゴールドに指見えて眼圧が失明してます。あ、そうなんや。そういうのもすぐに言ってもらった方がいい。連絡来たの？そうや。オフェ選んでいいよ。強くオフェ選んで。勝ってる試合や。勝ってる試合。何が恥ずかしい？え？俺のこと書いてる。そうせん。そうせん。恥ずかしい。恥ずかしい。ええ試合。じゃあ。恥ずかしい。なあっかお前。ええ試合。ええ試合。まさかお前が出るな。マジで勝つことに意味ある。負けたら終わり。もう思いっきりサミングで目があかんやんけそれ。青行けやろ。とりあえず目の状態が悪いからお前目よ。おいあんまりなくないよ。余計腫れんぞ。泣いたらあかんねんぞこれ。腫ってる時。恥ずかしいな。泣いてろか。あ、ほっか。何が生きていかん。何が生きていかん。お前笑かすな。お蹴るぞお前。何が恥ずかしいって。お前が裸の写真出そうが俺恥ずかしいわ。何言ってんだお前。ボディで倒れるのが恥ずかしい。君な、君な。ボディで倒れるのが恥ずかしい。君な、俺めっちゃ。あれやで、そんなモネとか何もいそうなのに。ノクタした瞬間、結構選手もいいですよ。ちょっと悔しかったけど。すいません。ありがとうございます。ちょっとヒロドも取ってくるな。はい。
あれバックブローの時聞いたっすか？よかった。覚えてないっすか？あえてめっちゃ聞いてたっすね。いや違います、僕別の道場なんですけど、はい、いやチャーリーチャンネルよく見てくれてる。あ、そうです。じゃあユーは病院で、ね、ああ連れてく。だから最後の試合終わって中央君あれ、ああ紹介して教えてもらって。ああお願いします。いや、ヒロトやったっすね。試合はしっかり覚えてる。いや、試合自体は覚えてない。ねえ、ダブルで。すごい。ちょっと値段まだ。これはオープンミーガーの。持っていかかったか。どういうことですか？10月15日に開催が決定。おいお前ガンカ行くぞ。来週ヨーサンチの公開に参戦する選手の皆さんをご紹介しています。それではお選手の皆さんはどうぞ。中村完成終了。いや病院行けよ。ちょっと切れてるね。まあ血出てないですよ。ごめんね、寂しかった。すごかったね。もうなく、すごいだった。すごいね。本当はそうです、本当は。ありがとうございます。秋田か。大阪人に一緒にご飯食べよう。ありがたい。嬉しいね。秋田か。いや、もうこんなんしかない。あれ、もう一個のストーブがあったの、どこ行ったの？はい、いや、1、3つ買ってやってる。甘いだな。巨大の持ってたやつ全然出てなかった。人間あった。巨大の出てない。あ、そう、俺もあったあった、酒飲んでくれよ。一回で一回出たけどさ、あのアッパー良かったよ。ダウとかアッパー、うん、ずっと練習してて左足。そうそう、嬉しいわ。ほんでケリーが良かったよ。黙って勝った、それ嬉しいな。最高、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。ゴリ良かった。この前のヒロト君良かったっす。一番良かったし、めちゃくちゃ良かった。ヒロト君無視なりすぎただけです。喧嘩しに行ったから。まあ中華この兄弟の性格が悪い。そこの悪いとこやの向きになる。蹴ってて思んないでしょ。いやでも。いやでも盛り上がってますよ。うん。そうやで。蹴っても全然。解説聞いてください。後ろも山口選手上手ですね。もうめちゃ解説盛り上がってたね。マジで。蹴ってるからパンチもいいの当たってましたし。うん。10月。イケメンって言ったらね、うわ、負けたわ。ここにいると思うんだけど、負けると思うかった。マジで、本当にイケメンボコボコにして、顔を出されて、俺の方が強いって世間にし始めて、俺が、うわ、負けたわ、だる。うわ、負けた。紹介します。これでいいっす、当たるのも悪かったね。うわ、負けた、負けると思うかった。前回我慢して、崩壊に向かわされてしまって、膝結構もらった。なあ、だから膝が結構もらってるから、膝結構、まあでも2回膝打ったりとか、ボディ、まあほぼ本当ボディ、膝強いやん。全然結構重き入ってる。いやでもヒロとかもだいぶやらってました。右がめっちゃ張っとった。
ちょっとあのダウン取ったらバリバリですよ。やばい、めちゃめちゃ綺麗に入る。うん、いや、待たれへんなと思った。ほんまやね。テンションかけるのテンションで倒したの同じ倒し方したんすか。まあね、うわ、負けた、最悪や。あとほんま少し。いや、でも、無理やった。めちゃめちゃ聞いてた。食わないですよ。いや、相手も聞いとったで。相手も聞いとったで。相手も、ちょっと言えそうな顔してた。ああ、もう顔に出とったもんな。犬嫌だって、サウスポー構えてたから。そこに左のパンチが。滑ってはない。全然滑ってない。めちゃくちゃも嫌だった。滑ったまでました。うわ、負けた、負けると思わなかった。でも作戦は良かったと思います。いや、作戦なんかないけど、いや、ここから行って、この感じはいいよ。ちょっとうわ、やられたわ。やられたな。やる、負けると思わなかった。楽しみにしてよ。ダウンを取り返してからペース的にはこっちやなと思うんだけど、ちょっとまだ荒なったもんな。まあ、10月15日左のボディがめっちゃ、うん、あれをアッパーに変えれたら、いや、聞いてました、聞いてました。最高やったんやけど、アッパーが少なかったから2のも入ってたけど、だいぶスタミナも切れてたし、うん、いや、でもあのまま入ってたら負けてるでしょ。だからやだな。いや、ダウン取らないと負けてるだろ。だからこれ微妙に反則もあるから、あのドローか延長かななるんかなと思う。反則あるやん。イエローやから現状なってないですよ。あ、そうか、そっからやってました。この4選手が参戦予定で、すいません、10月15日開幕です。どうぞお聞かせください。今一度みんなに謝ってます。ちゃんとみんなに謝ってます。ありがとうございました。皆さん、僕のイケメン狩りを、でもやりきった。はい、まずこういうふうに、俺負けると思わんかったわ。いや、もう、俺の調子だったら、マジでぶっ飛ばしたから。やる。俺の踏み台なんだよ。負けるんか、俺。うまいこと噛み合えへん。ストレートに全部右の左のフックから出てる。左の動きが連続だった。そして、3年間勝負戦だ。10月ね、これがポップルズをみんなに見て、いろんなストーリーが生まれますよ。俺はこれでいいか。ユーマ、目冷やしとくよ、目。お願いします。皆さん、楽しみにしてください。終わった。それでは、写真撮影をお願いします。マジで、1、2ラウンド良かった。うん。負けたって言ったら。一番早かった。ユーマの試合より面白かったでしょ。え？ユーマの試合で大滑りした。いや、いや、滑ってないでしょ。滑ってないで、ユーマ。はい、ありがとうございました。中村勘選手、いや、あれは、はい、よ、あれ中村選手、白谷選手、はい、うまいこと知ってたわ。うまいこと知ってたわ。うまいこと知ってたわ。10月15日タンプロンが思ったより来たっす。ああ、来たな。モンサー減るわ。え？モンサー減る。まぁね、皆さん、それじゃあ、すいません、チャーリー。呼び捨てで言うなよ。でもやりきりました。まあまあまあ悔しいけど出し切ったと思うよ。ハウル、まあ滑って負けるように変わってよ。負けるのはだるいな、やっぱり久しぶり負けたわ。まあ負けるのはだるいな。だるいな。最優やあ、スリッカとできるやん。え、なんで？ありがとうございます。ありがとうございます。フックはめちゃめちゃ。うまいですか。よかったです。素晴らしい。はい、わかりました。ありがとうございました。
ですよな。あのあれですね、北野くんタイトルマッチでやった北野くん以来かな。頑張ってください、頑張ってください。そもそも僕がこうやって戦うきっかけ作ってくれたチャンスなんですか、ね、俺入院しようとできる。あ、俺か。そうです、最初言ったで、そんなんやりませんわって言っとって、ナスカさんに襲われて、うん、早3年か4年か、もう4年ぐらいちゃうん、あれから4年5年。あ、そっか、俺復帰してやって言ってたもんな。そう、チャンさんが入院してる時にね。はい。あ、俺肝臓で入院したとか。俺ショックだわ。え、俺ショックだわ。ユーマなんか逆の立場じゃないですか、うん、ユーマ負けてるじゃないですか、うん、そんな気持ちなんだ。ほんまになんかユーマの勝ちって俺らも嬉しかったし、うん、なんか泣いてたけど、うん、なんかどんな勝ちでも勝ち勝ちめっちゃ悔しがってたけど、めっちゃ嬉しかったですね。なんか、ユーマの勝ち、なるほどね、うん、俺もだからユーマ勝ったんめっちゃ嬉しかったけど、あの終わって最後までできへんかったら悔しかったんやけどな。でも悔しがりながら自分でダダこねて笑ってたもん。ちょっとわけわからん状態やな。ちょっとけど僕はほんまになんか ずっと勝ってなかったんだよ、なんかも、うん、俺勝った瞬間ほんまに泣くさなって。なあ、あの勝ち、勝ちは勝ちやもんな。どんな勝ちでも僕の中で勝ちなんですよ。卑怯な手使おうが、途中で終わろうが、うん、そう、うん、それをやったことに対して俺はめっちゃ嬉しかった。ちょっとあの、なあ、ちゃう、じゃあほんまに勝ってほしかったから。そんなに怒る？え、でもその3年、じゃあほんまに勝ってほしかった。よかったよ、ほんまによかったよ。俺はやっぱり2人で勝ってほしかったけどな、ピエロクラブは。まだその時じゃなかったっす。まだお預け、お預け、お預け。絶対俺がオープニングは出るから。俺もう、あの俺が生きてる間の中に2人で買ってくれよ。いやいやいや、どんだけやらすんすか俺は。いや、どんだけで、俺もう長生きせん言われてるやないか。あと3、4年。どう、そんなもんちゃん。あれ前の入院した時の余命宣告がそんなんやったよ。えいや、面白しかった。ヒロトがナプロンじゃなかったらもしかしたら僕買ってないかもしれない。結構どっちか勝たなあかんなっていう。勝ちに行ったのかな。俺はほんまそこが成長したなと思って。ヒロトが基本的やったから、ちょっと分からんし、俺勝つからやばいな。勝ちに行ったの。ああやったらできんのに、やれへんかったから。いや、してたけど、今日はユーマはいつもの癖を止めれてん、自分で。危ないとこありました。うん、危ないとこあった。でも、俺なんか安全運転で勝ちに行ってるだけだから。こいつがちょっと滑ったから。お願いします。これ何喋ったらいいですか。昨日の試合の感想をいただければと思います。感想、なんか、ちょっとキックボクシングしてみようかなと思って。今回なんか勝たなあかんみたいだし勝ってみようかなと思って。ほんじゃ勝てましたね。それなりにキックボクシングできるんやなって自分思いましたね。はい、そんな感じです。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。昨日はたくさんの応援、会場での応援、アメマでの応援ありがとうございました。
そうですね、昨日は、まあ、シュートボクシングの王者の上山選手と最高の殴り合いができたんじゃないかなと思ってるんですけど、と僕はこれからも王者として守る試合じゃなくてずっと攻め続ける試合をしていこうと思ってるんで、まあ、楽しみにこれからも期待していてください。はい、ありがとうございます。時間と出花あるんちゃうかなみたいな感じやったと思います。あんま覚えてないですわ、病院行ったけど5分になる選手もだいぶ、はい、先ほど山田選手も3選手もしましたし増えてきたじゃないですか。オープンフィンガーをこう目指す選手たちに何かこう先輩として言いたいことはないですか？正直ね、オープンフィンガーであの普通のグローブとそんな変わらないです正直そんな効いたりとか、まあ、外傷多くなったりとかあるけどそんな戦い方もそれで変わらへんし、けどオープンフィンガーグローブで試合が組まれるってことは何を求められてるのかっていうのを分かってプロとしてそこの、正直違いはないけど普通のグローブの試合と、オープンフィンガーの試合との違いを自分から出していってほしいですね。それじゃないとオープンフィンガーグローブが盛り上がらない、差別化してほしい。普通のグローブでやってる戦い方をオープンフィンガーでもやってほしくないですね。ありがとうございます。はい、では続いてどうぞ。鈴木選手、来たんですけども、昨日の試合、ああいう試合をするとすごい盛り上がると思うんですけど、すごいリスクを背負ってると思うんですよ。こうチャンピオンっていうのとそのライズを背負ってると立場として、ああいう試合を続けていくことでその負ける可能性もあるから関係ない、それは鈴木選手はそういう戦いを求めてるからやってるんですか？そうですね、僕が憧れて見て来た背中はそうだったし、まあ攻めるチャンピオンなんかかっこいいじゃないですか。一発もらっても一発当て返して倒したら勝ちは勝ちやし、まあそうですね、ずっと攻め続けていきたいと思います。ああいうリスクのある試合をこれからも続けていきたい。そうですね、僕はもう圧倒的に KO で判定はほんまにいらないと思ってるんで、って言って最近判定ばっかりですけどまあ KO をしたいですね、僕は。お、よいしよし、お疲れ様でした。どうでしたかっていう話そうです、そうです。いや打ち上げ次なんですけど、はい、密着、はい、僕らの密着を見てきました。こいつは関係ないですけど、すいませんお邪魔してます。まあ映ってるんやけどな、一応お邪魔します。はい、試合の動画は後日ですね。まあ4人揃った時に、はい、みんなで試合結果の試合結果ね。これはだからこれは密着の裏側みたいな。ザ・山口兄弟、まあ、裏側いつもこんな感じですわ。はい、もういいですか。はいまーちゃん、はい、僕は出てないけどね。はい、出てるよ。あ、出てるんか。出てる。おまけとして、はいはい、チャンネル登録と高評価、はい、まあ、あと格闘家の密着はこんなんなんやって分かったと思うんで、はい、リスペクトのコメントをいっぱいしてください。はい、分かりました。最後はドラーンバーン。今日なんかすごいやん。バーン。お疲れ様でした。勝ったから。お疲れ様でした。ありがとうございました。